僕はフェミニストが怖かったジェンダー問題は関わってはいけないもんだと思ってた何も悪いことをした覚えはないのにどうやら男は悪いだしいまるで僕たちが敵みたいだ怖いそんなフェミニストに関わりたくないジェンダー問題にも関わりたくないジェンダー問題は関わっちゃいけないもんだと思ってた 自分には関係ないと言い聞かせたでもよ僕はジェンダー問題に取り組むアクティビストです僕自身もフェミニストです男だけどフェミニストですではどうして僕が行動を起こすようになったのかそれはシンプルに身近に行動を起こせる場所があったから知識なんてなかったけど仲間になってくれる人と そこに問題があると分かる問題題ががああるるとか意識ったではどうして僕が問題意識を持つようになったのかそれは幼少期の記憶に遡ります僕が幼稚園生だった頃いつものように母親とスーパーに行き買い物を済ますと僕は母親が持っていたレジ袋を見てこう言いました僕が運ぶよと当時から身体的に男性が強いということを知っていたようです そしてレジ袋を受け取った僕だったんですがそれがものすごく重かった男の僕にはとても運べなかったあれ何かおかしいぞ男の僕の方が強いはずなのにどうしてお母さんはこれを平気な顔をして持ってるんだよく考えたらお母さんはこれをほぼ毎日やっているではないかよく周りを見たらスーパーにいる大半の人が女性ではないか この瞬間僕の頭の中にあった男性が強くて女性が弱いという洗脳が解けましたそして女性も強いんだというふうに信じるようになりましたここまではとある少年の話ですしかしストーリーは続きます女性も強いんだと信じて育った僕だったんですがどうやら社会には僕と違う価値観があるぞということに気づいたのです 男女で扱いが変わることを知ったのです。これはものすごく衝撃的だった。女性も強いんだと信じて育った僕にとって、女性が男性と違う扱いを受けていることにもやっとしたのです。今でも覚えているのは、僕が中学校で野球部に入ったときのこと。女子は中学からは野球部に入っちゃダメ。あ、女性だからダメなんだ。性別で区別が起こるんだ。 もやっとしたこれはとても個人的なもので日常のワンシーンを切り取ったもんですがここからでもジェンダー問題を垣間見ることができますスポーツにおける男女格差2021年に「フォーブス」によって発表された世界の年収トップ100アスリート100人中たった2人だけが女性でした日本でも同様の傾向がありますまたスポーツ界以外でも 男性の方が収入が高いのが実情です日本のジェンダーキャップ指数は156カ国中120位特に政治と経済の分野での格差が世界に比べて大きいのですここまでの話はすでに多くの方がご存知であるかと思いますここでよく言われることは男性に特権があるということ特権とは社会における優位性のことを言います 2800万円この数字がなんだかわかりますか男女の賃金格差いいえ違いますこれは男性の特権の値段ですアメリカの IT 業界をもとに算出された数字ではあるんですが男性と女性が同じ仕事をした際に出てくる男女の賃金格差のみならずその女性が男性と同じ昇進の機会を得るのに必要な 学費のの差などの総額ですこの研究で女性が男性と同じ昇進の機会を得るためにはより高学歴な大学により長い時間通い,続き通い続けなければならないということが明らかになりました日本でも同様の傾向がありますつまり男性は男性であるという理由だけで人生で大きく得をするのですこれまでの話を聞いていると男性は あたかも全てがうまくいき人生を楽に生きただ甘い汁を吸っているだけのように思えるかもしれませんしかし裏には別の問題が存在します次の数字について考えてみてください男性は全体の80%これは令和元年度に犯罪を犯した人における男性の割合です男性は圧倒的に犯罪を犯しやすい傾向にあるのです 犯罪は社会からの逸脱行為として考えることができ西橋恭介さんという心理カウンセラーの方によると男性がここまで多くの犯罪を犯す背景には男性が社会的にストレスをため込みやすいからだという指摘があります男性は社会の中でストレスを感じているのです次の数字についても考えてみてください男性は女性の2倍これは令和2年度に自殺をした人における男女比です 警視庁のデータによると自殺の要因は大きく5つ学校健康経済勤務そして男女問題に分けられるそうですこれらの理由の中で男性の自殺が圧倒的に多い理由が2つありましたそれは勤務問題と経済問題男性を犯罪者と走らすストレスと男性を自殺に追い込む勤務問題と経済問題 どうして男性も社会の中でここまで苦しまなくてはならないんでしょうかそれは社会から男性に押し付けられるイメージがあるからですではそのイメージとはどのようなもののことを言うのか恋愛における場面を考えてみましょう告白やプロポーズ男女の場合だとどちらが積極的にやるイメージかデートでエスコートして女性にご飯をおごってあげることがいい男なのか たくましくかつつ鍛え上げらられた体を持つことが男らしいのか家族についても考えてみましょう一家の大黒柱って誰なんですか結婚したら誰の苗字を使うんですか男性は家族のために身を粉にして働かなくてはならないんですか仕事についても考えてみましょうそもそも男性って職を手に入れなければならないんですか収入が高ければ高いほどいい男なんですか 男性は仕事第一にしなければならないんでしょうか男性には大きな責任やストレスがのしかかりますこれは男性を犯罪や自殺によ込むほどです実は職場などにおけるストレスから日本は世界で唯一男性の幸福とか女性の幸福度よりも低い国なのですこのようなイメージのしつけは幼少期からも始まっています 男の子なんだから強くありなさい弱音を吐くな泣くな少年漫画少女漫画と分けられ男の子用のおもちゃを与えられおままごとで男性としてどのように振る舞うかを勉強していくこのように人生のさまざまな場面多くのステージで社会から男性へのイメージの押し付けというものが行われていますこれらのイメージの中で男性を苦しめるものを有害な男性像 と言いますぜひ男性の皆さんにはこれらのイメージについて考えていただきたいどのイメージが僕たち男性を苦しめるもんなのか有害な男性像に明確な答えはありませんどうぞご自身でお考えになってくださいただ一つだけ言えることはこれらのイメージによって生きづらいと感じる男性が多いということ これまで男性のジェンダー問題はあまりスポットライトが当たってきませんでしたですのでこれを機に男性の皆さんには男性のジェンダー問題について考えていただきたいさてここまで男性にお話をしてきましたがこれらの男性問題は他のジェンダーには関係ないのでしょうかい,いえそんなことはありません多くのジェンダー問題は表裏一体です男性が活躍する労働の場に 他のジェンダーは社会進出できていませんまた女性が社会的に役割を果たす家事や育児に男性が介入することを基本的にはしませんむしろそうすると珍しいと言われたりすするほどです男性が既存の社会的役割から脱していなければ女性も同様に今の社会的役割に縛られたままになってしまうでしょうこのように 男性のジェンダー問題は他のジェンダーにも大きく関係しているのですさてここまで男性問題についてお話をしてきましたここからはどうして僕がフェミニストになったのか僕をフェミニストに変えた気づきについてお話ししたいと思いますここで一つお話をさせてくださいこれはとある友人の女性から聞いた話ですある日、 その女性がバイト先でミスをしてしまったその時そこの店長さんは彼女を叱らなかったそうですしかし後日男性のアルバイトが同様のミスをした際にそこの店長さんは彼のことをものすごく叱ったうん。何かもやっとするものはありませんでしたかきっと多くの方が共感できたはずです男性からしてみればなんか女性って優遇されているよねとか 女性からしてみるとどこか子供扱いをされたように感じる方も多いかと思いますこのような話よくあることだと思います女性は運転が下手運動ができない女性なんだからできなくても大丈夫ここで次の質問について考えてみてください女性ができないならば誰ができるのか男性ですね男性は社会の中で、 できななけけけれればいいいという期待をかけられるだから生きづらいのです男子なんだからこれくらいできて当たり前でしょできないなんて男っぽくない女々しいこのように社会の中で男性はさまざまなことができると期待されているのですでもそんんんなななな完璧な人っっていませんよねみんなどっかしら苦手なものがあるはずそこ社会からの期待に応えられなかった部分で生きづらさを感じる ではどうすれば僕たち男性がこの生きづらさから解放されるのか考えてみてください答えはいたってシンプルです期待する基準が男性かどうかじゃなくなればいいジェンダー関係なくそれができる人がやればいいそうすれば僕たち男性からすればできないことを期待される必要がないし社会にとってみても本当にそれにたけている人が活躍する社会理想的じゃないですか 今は社会主に労働の場に男性しかいないから男性に勝手な期待がかかるのです今男性は自ら自分たちの首を絞めているのですだからこの生きざさが解放されるためには男社会から脱却しないといけない男社会から脱却のために他のジェンダーを応援する僕たち男性が生きやすくなるために女性の社会進出を応援したいから 僕はフェミニストななんですなんて言うと思いましたか現実はそんなに甘くないこれでは男性からしてみると仕事を奪われるるとと不安になる方も多いかと思いか思ます先ほどの理想の社会に共感はできても心からそれに向かおうと思えない人が多いのではないでしょうかまた女性も女性で女らしさにとらわれている 要するに女性も社会の中でで期待されているることがあるんですよね出産際は仕事を辞めないといけない家事・育児をしないといけないそれなのに労働も男性と同じようにしなければならないと考えるとさすがに負担が多すぎますよね。育免が増えななないいいいののもこの理由ここ理由を改善しないといけない男性の現状の問題点は今男性が活躍できる場が主に労働の場しかないということ。 だから仕事をを失うことをものすごく恐れるだから最悪の場合自殺や犯罪に追い込まれるほどです。それならば男性が職場以外でも活躍できるようになればいい男性が職場に縛られず職場か家庭かどちらかを自由に選べるようになればいいのです逆に女性の現状の問題点は女性が今家庭に縛られていて社会進出をしようとすると 職場と家庭の両方での活躍が求められ負担が増えてしまうということそれならば女性が家庭に縛られずに職場か家庭かどちらかを自由に選べるようになればいいのですおっと男性と女性どちらも同じ結論に至りましたね現状の居場所に縛られずに職場か家庭かどちらかを自由に選べるようになればいいこれこそがまさに フェミニズムが求めるものですジェンダーの壁を越えて誰もが同じ権利や選択肢を持つということ決して男性嫌悪でもないし男性から何かを奪おうとするものでもないただみんなで同じものを持とうという考え方だんだん僕がフェミニストである理由が分かってきたかと思いますこれの障害になるのが男らしさや女らしさ男らしさが存在する以上 男性が職場から離れることは難しいし保管ジェンダーが社会進出することも難しいなぜなら男らしさは男性を職場に縛るとともに保管ジェンダーの社会進出を拒んでいるから同様に女らしさが存在する以上女性が社会進出することは難しいし男性が家庭に介入することも難しいなぜなら女らしさは女性を家庭に縛るとともに 男性を家庭に入れさせないからだから本当に理想の社会を目指そうと思ったらこの「らしさ」を壊さないといけないこれこそが僕がフェミニストである本当の理由です男らしさと女らしさこれらを壊せば誰もが一人一人が自由に活躍できる理想の社会が待っていると僕は信じていますでも乗り越えなければならない壁は たくさんありますしかも僕たちはそれに対する解決策をまだ知らないいや社会に正解ってないんです解決策なんてあるわけないんです一見解決策に見えるようなもんでもその先にまた別の問題が見えてくる逆に男なのにフェミニストみたいに一見おかしく見えることでも もしかしたら解決に一歩近づく鍵ななのかもしれない社会問題は大空のように大きくて僕たち全員がそれを見ても全体像なんて見えるわけないんですだから今日僕がお話ししたのは解決策ではありませんその社会という大空に飛び立つための翼を授けたにすぎませんだからこれだけでは解決にはつながらない 社会に正解ってないんで,すでも間違っていることはたった一つ存在しますそれは行動しないということそこに問題があると分かっているのにそれを見過ごすことだけはしちゃいけない特にジェンダー問題に関係のない人はいませんさあ行動を起こしましょう知識なんていらない 必要なのはそこに問題があると分かること今日この話で問題は何か分かったはずですつまりもうあなたは行動する準備ができている一人じゃない必ず僕が仲間になりますだから一緒に行動化しましょうなぜなら行動しないことが間違いだから